ペニントンギャップ近くの風景リーグンはアメリカ合衆国バージニア州の南西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25,587人であり、2000年の23,589人から8.5%増加した。軍庁所在地はジョーンズビル町であり、同軍で人口最大の町はペニントンギャップ町である。 現在のリー軍となった地域に入った最初のヨーロッパ人は1540年にエルナンド・デ・ソトが金を探して派遣したスペイン人探検家たちだった。リー軍は1793年にラッセル軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争の時に軽装機兵を率いたことでライトホース・ファリーとあだなされ。 1791年から1794年にはバージニア州知事を務めたライトホースヘンリー・リーにちなんで名付けられた。リーは南北戦争で南軍を指揮したロバート・ E ・リーの父だった。軍書記の大規模地主の中に独立戦争の士官で探検家だったジョセフ・マーティンがいた。マーティンズ・ステーションやローズ・ヒルのマーティンズ・クリークはマーティンにちなんだ命名であり、 リー軍内に2万5000エーカーの土地を保証として与えられ、後にはそれを売却した。地域の最初期探検家の一人でもあった。1814年、リー軍、ラッセル軍及びワシントン軍のそれぞれ一部を合わせてスコット軍が設立された。1856年、リー軍、ラッセル軍及びスコット軍の一部を合わせてワイズ軍が作られた。リー軍経済は、 タバコの栽培と石炭の採掘に依存するところが大きい。バージニアが始まるところというスローガンを使っており、リー軍の最西端にあるカンバーランドギャップを通って、西に進んだ開拓者が使った道におけるリー軍の役割を強調することで、観光業を流盛させようと努めてきた。ケンタッキー州とテネシー州にまたがって、カンバーランドギャップ国立歴史公園がある。 その中の見どころとしては、ヘンスリー開拓地、ピナクル、オーバーアルック、サンドケーブ、ホワイトロックスがあり、ホワイトロックスからは、ユーイングやローズヒルの街を見下ろすことができる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は437平方マイルで、あり、このうち、陸地437平方マイル、水域は0平方マイルで、 水域率は0.04%である。リーグンは、バージニア州の州とリッチモンド以外にも8つの州の、州とに近い位置にある。すなわちノースカロライナ州ローリー、サウスカロライナ州コロンビア、ジョージア州アトランタ、テネシー州ナッシュビル、ウェストバージニア州チャールストン、ケンタッキー州フランクフォート、オハイオ州、コロンバス、インディアナ州インディアナポリスである。 さらに軍災生誕のカンバーランドギャップは9番目の州都アラバマ州モンゴメリーにも近い。リー軍は10の監督地区に分かれている。ジョーンズビル、ロッキーステーション、ロッキーステーションミネラル、ローズヒル、ホワイトショールズ、ヨーカム、セントチャールズペニントンギャップ、キオキー、ロビンスチャッペル、ヨーカムミネラルの各地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙で共和党のジョン・マケインが軍総投票数の63%対する民主党のバラク・オバマは35%を獲得した。ペニントン小学校の3つの校舎は1912年、1917年、1937年の3回にわたって建設されていたが、1989年に解体された。 モーガンアベニューにあった敷地には銀行が建設された。アンドリュー・テラー・スティル、オステオパシーの創設者、ジョーンズビル近くで生まれた。ありがとうございます。